期待とは、何らかのことが実現するだろう、と望みつつ待つこと。また、当てにして待つこと。期待する気持ちのことは、期待感という。期待通りにならないことを、期待外れという。ブリタニカ国際百科時点には、過去の経験あるいは現在の状況に基づき、ある現象や、事件などが発生することを待ち続ける状態、行動の準備状態の一種で、大抵の場合は、 情緒的な緊張を持つとする説明文が掲載されている。犯行があった当時に、行為者は適法な行為をすることができたはずだと期待できることを期待可能性と言い,い、期待可能性がなければ刑事責任は問えないとする学説の基礎になっている概念である。一定の事実があれば何らかの法的な利益を期待することの中でも特に権利として認めて、 法的に保護しているものを期待権という。ヨダ・アキラは、出生順位によって正確に差ができることについて、親の調子に対する期待と自主に対する期待が同じでないからであると分析し、親は、調子らしい行動と自主らしい行動を区別している。男らしさ、女らしさと言われる性格が、男子への期待と女子への期待の相違によって形成されるのと同様に、 調子的性格、自主的性格も形成されるとした。ニーボリ・ミチアによると、子供は、社会からの期待の中で生きがいを見出し、この期待に応えることを学習することによって、社会的に成長してゆく、とのことである。子供が成人し社会の正規の成員になるためには、社会が成人に対して要求し容認することは、何なのかを理解。 受容する過程を経る必要がある。成人の側からの期待と子供の側から行われる役割取得との間の相互作用の過程はある種の対立や葛藤や抑圧を伴っている。その結果、青少年を激しい欲求不満に状態にしたり、成人への反抗を引き出すこともあるという。学習過程の説明について学習の成立は 何らかのサインが存在するとき、ある行動ルートを取れば、目標に達するという期待を持つことである、とした、期待説を唱える人もいる。大事戦大事戦幼児、児童心理学、やたがいきみあき、林邦を、成田国営編集、一芸者、2001年。P88、八。新ボリミチ現代教育の争点、対決から対話へ、日本経済新聞社。 1976年、ブリタニカ韓国や日本では、兄弟姉妹の生まれた順によって性格が異なることが一般的であるのに対して、アメリカ合衆国などでは、兄弟の順で差をつけることは稀で、兄弟であまり扱いが変わらず、日本などのような、調子的性格、自男的性格などはあまり存在しない、と指摘されることがある。韓国や日本でのそれは、 受教的な年齢での序列を強調する考え方の影響が指摘されることがある。ありがとうございます。